今回は今まで結構ね上がってたんですけど、電気代どのぐらいかかってますかっていう質問結構いただいてたんですね。でも僕の場合は自営業で結構ね電気使うんですよ。だから参考にならないと思って今までお話ししたことなかったんですね。ただ先月電気代の料金がまた大台に乗ったので、その辺も踏まえながら今回初めてお話をしたいと思います。まずこの家の場合なんですけど、仕事の関係とあとこの YouTube で動画編集とかをする関係上、ハイスペックのパソコンを2台所有してます。これはこの部屋じゃなくて全く別の部屋に置いてあるんですけど、その2台はハイスペックがゆえに電気をすごく食うんですね。であと熱を持つんですよ。パソコン部屋は6畳しかないんですけど、その2台がとても加熱するので、その部屋も常にエアコンをつけてるんですね。エアコンをつけてないと夏の時期は暑すぎて部屋に入れないのと、パソコンが壊れるレベルで室温が上がります。冬の時期でも例えばそうですね、外の気温が、まあ、今の時期だと17度とか6度ぐらいなんですかね、日中で。そんな時でも部屋の中が暑いなって感じるぐらい室温が上がるんですよ。なので今の時期でもエアコンはつけっぱなしですね。通常アパートって普通に入居した時は多分ね40アンペアぐらいで設定されてると思うんですよね。でもこの家の場合はそのハイスペックのパソコンが2台あるゆえに、2台動かしていると、例えばこの部屋エアコンを24時間365日つけてるじゃないですか。でその他除湿器をつけてる時があったりするんですけど、プラス何かをやろうとするとブレーカーが落ちるんですねなので40アンペアから50アンペアに変えてます。まあこの時点で基本料金が若干高いんですよね。あとこの家はオール電化ではないです。まあ、それを踏まえた上でお話を聞いていただければと思います。僕が全く生き物を育てていなかった2017年なんですけれども、一番電気代を使うのがだいたい7月8月9月なんですね。で生き物が全くいなかった時、7月がですね9788円でした。8月が 11,130 円、9月が 13,87 円ですね。まあ、生き物を飼っていなくても、結局一部屋エアコンをずっと稼働していたり、ハイスペックのパソコンを稼働しているので、1万円を超えてしまうことが多々あります。これはちょっとね、しょうがないかなと思うんですけど、で逆に今、プーちゃんとピーちゃんがいるこの部屋、エアコンを24時間365日フル稼働していて、同じく7月の金額が、16,269 円、まあ、育てていない時より6,481 円上がってます。で8月が 18,090 円、まあ、この月も6,960 円上がってますで9月がここなんですよ、大台に乗ったのは。先月ですね、22,253 円、2017年に比べると 11,866 円上がってます。めちゃくちゃ上がってますよね。9月に関してなんですけど、なんでこんなに電気代がバーンと上がったかっていうと、この時期にちょうどね湿度が下がらなかったんですよ。この部屋除湿器をフル稼働していても全然湿度が 50% とか結構高い位置にあったんですね。でこれはいかんということで、除湿器をもう1台追加して2台フル稼働にしてました。なので一気に金額がドカンと上がっちゃったんですよね。いやまさか2万超えるとは思わなかったですね。であとね、このアパートなんですけど、エアコンもともと2台ついてるんですね。ただこの2台のエアコンなんですけど、非常に性能が悪いんですよ例えば夏の暑い時期にエアコンをつけて自動にしておくとします。今この部屋だいたい22度から23度ぐらいなので、それで冷房で自動設定にしておくと、エアコンが全く動いてくれないんですよ。動いてくれないというか、こうなんて言うんですかね、おお、プーちゃん大丈夫例えば25度とか6度とかになったら、エアコンってブーンってこうなんかファーって風をすごい出してくるじゃないですか。でもここでもともとついているエアコンはそれだけ室温が上がっても全然静かなままなんですよね。エアコンの設定には弱と強があると思うんですけど、例えばねそうやって室温がガンと上がった時っていうのは、設定温度を23度とかにしておくとエアコンが強で動くと思うんですよね。すごい勢いよく動いてくれると思うんですけど、このエアコンに関してはなぜかそこが全然動いてくれないんですよだから7月8月9月すごく室温が上がっちゃう時っていうのは、
常にエアコンを強の設定にしてガン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 回してる状態にするので電気代が特に上がりやすい時期になってます。ちなみに12月から3月までの寒い時期なんですけど電気ストーブを使ってた時もありました。電気ストーブを使ってる時はエアコン止めてるんですけど電気代は電気ストーブを使ってた時の方が高かったですね。まあそれでも今のエアコンをつけっぱなしの時と一緒で1万円は最低でも超えてた状態なんですけど電気ストーブの方が若干高かったです。それよりはエアコンを24時間365日ずっと稼働してる時の方が若干費用が安く済んでました。僕の家はだいたいこんな感じで電気代は1万5000円以上かかっている感じになってます。皆さんの家の電気代はどうですか？エアコンとかね、24時間365日こういう生き物がいるところでつけているっていうのはもう標準だと僕は思っています。これはハムスターを育てていた時も一緒ですね。エアコンは常につけっぱなしでした。まあ、でも一部屋だけでエアコンを24時間365日つけっぱなしで、まあ、たまに除湿器をつける程度であれば、まあ、多分ここまでは料金いかないんじゃないのかなって思うんですよね。まあ、例えばそうですね、1万円超えるぐらいなんじゃないのかなとは思います。これから24時間毎日エアコンをつけたら電気代どのくらいになるのかってすごく気になると思うので、ぜひ経験者の皆さんコメント欄に1月どのぐらい電気代かかってますっていうのを教えてください。プーちゃん美味しそうだね。美味しそうだね、プーちゃん。ずっと食べてるね。美味しい。終わりにしようも。終わり。